あのまあ、スクールバスの話が出たのでちょっと子育て世代のママさんたちにやはりこう学校の周りの交通環境心配ですよね、えっと、ひ広江ささんんかな松さん、えっと、そうですね私も今中学生と小学校5年生の息子がいるんですけれども PTA 活動に10年ぐらい従事してきたんですが学校には公外委員というのがあってスクールゾーンのいわゆる何て言うんですかね 学校と一緒にスクールゾーンを一緒に企画していくというか運営していくというような団体があるんですねそれはもう本当に毎年毎年ママたちが入れ替わり立ち代わりおそらくファミリーの方はご存知かなと思うんですがそのスクールゾーンに。 みんな危険地域がどこかっていうことを実は学校中の父兄たちは知っていてそれはなぜかというとその公願委員が調べたパトロールで調べた危険区域をプリントにして全校にこうえ配ってメールでもあの携帯のメールでもここが危ないから皆さん気をつけてください非常に学校と。してはその危険区域って 車と接触しそうな危険区域については。えー、手厚いまあ、形で自動に自動の付近に流してるっていう状況ですね。まあ、なるほど。はい。あの。先ほど森さんのね。あのプレゼンテーションの中から。人と道路があの車と人がつながる。で前にあの日産自動車があの。 え横浜の青葉区で子どもたちにランドセルにチップ入れて車が見えないところから来る子どもたちを事前に発見するなんて社会実験やってたんですね、はい、で今回もこの,あのデモンストレーション ITS 国際会議でもえ保釈艦通信というのをやっててあの歩行者が持ってるえ携帯電話これの位置情報をクラウドに上げて車がクラウドから情報を取ってえ見えないところに歩行者がいるというのを あの可能性としてやってるんです、ね、なるほど今要はアナログなんですよっ、うん、やってることが今ある、ねうんでさっき豊田さんがあのいろいろおっしゃってくださったように協、うん、調型 ITS ですとか、うん、その時間帯によって主役を変えていくっていうのは、うん、ファミリーを持つ親にとっては非常にありがたいお話だなというふうに思って聞いてました。うんうんうん、そううですねで、はい、あのさらにもう一個突っ込むと、はい、あの <laughs> ドライバーがどこまで前を意外に前見てないのよあそうや、ね、って今携帯電話あるカーナビあるそれで、まあ、これ西川さんも少し参加してもらいたいんですけど情報が入れば入るほどドライバーは前見なくなるようんじゃあ歩行者をねクラウドでつなげてカーナビでどこにいるって見たらカーナビ見てるからねうんだからむしろそんなもんなくてもう 面玉と頭を前に集中してハンドルを両手にしがみついた方が実は安全なんじゃないかな,なるほどここにいろんな情報が来たらそっち見ち見ゃうよね要は今アナログな状況で父兄や子どもたちはここが危険だよというのは随時知らされているので気をつけているという状態ですけど。うん、あの 車側はそれを知らない,知らない、ね、情報は全国の小学校に全て集まってるわけですから、うん、そのを使わない手はないかなっていうのは感じますけど確かに、うん、先生がおっしゃるように、うん、そうではなくてカズオでいいですか和、ね、男がおっしゃるようにドライバー側はあまり情報を与えられてもっていうところがあるってことですうと 車の安全性が高まったおかげで車の中にいる人の致死率は下がっています。なる4500人にしても約半分が歩行者、自転車しかも6歳未満65歳以上のお年寄りでこの数字は実は上がりそうなんですねそうすると車に乗ってれば死なないよと車から出た瞬間危ないこれどういうふうに解決したらいいのこの ITS を使ってなんかアイディアない そういういろんな情報をいかに車も含めてです、ね、判断させるあの人間の判断能力ではとっても小さいんだろうと思うんですね今あの学生さんの方々いっぱいコンピューターとかいろんなのいじっていらっしゃると思うんですけどその判断するものを見る聞きつけるっていうのはです、ね、人間には限界があるので是非こういうそのつながるというのを活用しながらですね判断の助けを借りるっていうのが 将来こう活用できるとと面白いいいいんじゃないかなかううふうに思いますそうですね、あのとにかくつながるということは大事なんですけども、人間の頭は意外とその大したことなくて、<laughs> いろんなこと言われると分かんなくなっちゃう、1個,個のことだけだったらなんかそれ守れるんですけど、同時に2つ、3つ、いろんな情報が入ると分かんなくなっちゃう、ですからこれからの,あの交通システム、車、あるいは道路、まあ、車、車間、 インフラ強調いいんですけどやっぱりつながった先にもう一つ考えなければいけないことがあるのかなという気がするんですねであの少しここで,です、ね、皆さんにあの頭の体操をしてもらいたいと思ってパワーポイントを見てもらいますけど今アメリカはティーンエイジャーの事故が増えてますもうドラ,イビングドライブレコーダーで見てると iPhone 見ながらエアバッグ あの開いてるような人たちがいて「まあまあ私ぶつかったの」みたいな感じですけどつまりみんなスマホとつながってることが大事でその運転がスマホの邪魔をしてるみたいなな考え方なんですね普通運転の邪魔に,邪魔になるんですけど「私はメールをしてるのになんで運転しなきゃいけない?」みたいな感覚の,その英語で言うと「ディストラクション」という英語ですけども。口紅塗ったり あの携帯電話したりしてるわけですね。で、これが今アメリカのティーンエイジャーの事故の原因なので、えー、繋がりすぎてるとで、やっぱり車の本来、人間がドライバーがやんなきゃいけないことで、えー、右側の写真は横断歩道にルックって書いてありますよね。これはもう横断歩道。私はみんなスマホ見ながら渡ってますから。前を見ろとこういう問題があります。で、これちょっと面白い動画を。 YouTube で見つけてきたので、これ、ニューヨーク、マンハッタンで行っている映像ですけど、ボランティア団体がですね、何が起きるかというと、スマホを見ながら道を渡る人のガイド役が出てきたんですね。 これはあるボランティア団体がやったんでしょうけど実際今東京の交差点もこういうことやりたいなと <laughs> え皆さんこれがあったら利用したいんじゃないですか <laughs> iPhone 見ながら交差点渡れますから <laughs> まあこういうウィットの効いたなんかこうデモンストレーションをやってやっぱりもう一回歩行者これ <laughs> 面白いですね <laughs> これ ITS ジャパンでぜひやりましょう <laughs> 清水さん、繋がってますよ、そうこれも繋がって。ってるのねドライバーが前を見る、歩行者が車を見る、お互いのこのアイコンタクトがあって、今まで交通安全というのは成り立ってきたんですけども、あまりにもいろんなものが繋がりすぎて、その情報の渦の中に、もう僕たちは溺れちゃってるんですよね。その笑ってるけど,ショーどう まあ確かにこうやっていろいろ身の回りでまあスマホでしたりもうまあ最初はウォークマンに始まりさらにスマホに進化していきさらにはどんどん進化していくんだろうなっても思うんですけどまあこういうのを見ちゃうと結局自分たちの判断っていうのができないんでまあ全部自動化して判断してもらうっていうのも一つのの手なななんじゃいいかなっていうのはあうは、ん、ああもう人間判断しないと、はい、全部あの機械に任せちゃうとそれはなんかかなりいいね。 要するに全自動洗濯機になれってことでしょ、車がそうですね、そういった社会もまあ,ありえ森さん、自動車って自動ってついてるんだけど、全自動洗濯機に負けてるんですけど。<laughs>